これ公式同じこっちについて話そうね。これ公式で皆さんこっちに視線を向けて、ちょっと解説だけしますね。言ったら公式に来てくれた。みんなそろそろメインに行きますか。ホテルパジャマかどうかは、これホテルのパジャマですよ。みんな一緒。こんばんは。こんばんは。どっちがメイン？どっちか。みおちゃんが映らんだ。じゃあ日本元気に帰れますか。みおちゃん映る。みおちゃんでもそっち行くとこれ完全にフェードアウトしちゃうな。どうしよう。メイか。ちょっと映げたのね。ここからでいい。え、これあっちゃん。あっちゃん。ちょっと待って。あ、元気に。オッケー。なにこれ。これめっちゃ。これめっちゃ。見つけた。いや、すごいんだけど。めっちゃこれ。六画面。すごい。六画面がある。みんな行くよ。みんな。はい。ここですよ。はい。皆さんこんばんざい。私たち。日本は元気に。世界発信。47都道府県。ええ、大変。そして名古屋でーす。パジャマ。そう、告知写真には可愛いパジャマを載せたんですけど、はい、今日はみんなお揃いのお揃いの可愛いでしょう。コーヒー牛乳色の手がように見えるやつ。秋色コーデ。あ、秋色コーデ。冬やで。名古屋って言われてる。名古屋。ハーレムハウスだね。こんばんは。一応さ、自己紹介しよう。そうですね。近くからしてかな、こうやって。ちょちょちょ、あれいいや。いや、メインでいいよ。うちがちょっとのけそるとめっちゃ怖い。全然いいの。ちょっと面白いこと。自己紹介された東から。あ、でもそこに、あ、でもそっちが映りたくないな。なんかね、あんまあれかなと思ってね。あんちゃん、めっちゃ小さくていい。でしたらよかった。一人でさちょっとずつずれるみよ。アンクロも。みんな自己紹介しよっか。どうなってんのそれ。私個人を見るのはこっちがいいけど、お話しするのはこっちがいいです。そうればそれいい。そうです、そうしよう。岸さん、ねえ、もう出るんだけどこれじゃ。私も場所変な。ちょっと苦しい状態。ダンスイちゃん、席ありがとうございました。ありがとう。自己紹介しますね。はい、自己紹介タイム。埼玉県粘土市春川恵美です。あゆちゃん、あゆちゃん、イエーイ。次は千葉県の粘土市安藤舞香です。マイキー。千葉県粘土市葉月庵です。起きてます。ピーガリマン違う、ミオ。あ、ミオか。東京都の粘土市星田ミオです。イエーイ。神奈川県の粘土市水戸リマです。新潟県の伝道師笹川笹です。面白い声出てくる。渋谷さんにこっちに山梨県の伝道師って書いてまいりです。すごい地です。あゆちゃん、山梨県の伝道師か。あ、梅月ふみです。山口県の伝道師藤崎しおるでー。何さということでね、今回みんなの応援のおかげでこの10人が選抜メンバーとして名古屋に来ております。本当にありがとうございます。いや、1日目から楽しすぎたよね。そうそう。楽しすぎやとかなんですけど、事件もありつつ。そう、あ、事件しかない。事件しかない。2本目とかね、やばかった。あ、こんなにね、みんな一回落ち着こうみたいな、あんまない。あんちゃんぬいぐるみみたいで可愛いって言われてる。ぬいぐるみ。え、わかる。あんちゃんってもうね、本当ぬいぐるみみたいでね、すぐ抱きたくなる。こう抱きかかえたくなる。あんちゃん逃げていいからね。じゃあ私のぬいぐるみ。はい、ということでね、ちょっと今日はまずオンラインの空一楽座を急にあびこさんがやればやったらいいじゃん、面白そうじゃんってことでやってます。やったー、やったー。なんかおすすめはさ、やっぱり全員写メとか囲み写メとか囲み動画とか
ホテルに囲み取りたい、これで、ね、囲み取りたい、そうだね、集まってるからできるのか、バームクーヘンみたいだね、9つご設定とかやりたくない、9つご設定、9つご、あ、ここのツボ、このツボ、ちょっとわかんない、ちゃん時々日本語弱いね。ここのツボなんて存在しないから、そうそう、存在しないから多分どっちも正解がないと思う。でもそういうところのファンなの割と。ファンそうとかなんかねあるよね。とか修学旅行設定とか。うん、いいね。確かに修学旅行。枕投げ。枕投げ。ささからは絶対ホテルの枕投げ。骨折れそうさ。わ、え。ありがとう。うん、ぜひゲットしてください。ようちゃん、マジで特定も持ってくれて、マジでありがとう。結構ね、しれっとね、特定入ってるよ。ね、そうそうの。特定頼んでくださったの。あ、みんなの特定。ありがとう。今日のさ、お部屋の紹介する。あ、そうだ。部屋割り、ね、確かに。部屋割り。この時間ね、オンライン楽市楽座の時間になっておりまして、左上のコスパニックストア公式グッズ販売っていうバナーからね、ポチッと押すと通販ページに飛べまして特典券の購入ができますので、そちらからぜひ今の私たちのね、まあ組み合わせも自由だったりとか、このパジャマ姿もとてもなんか貴重だったりとかね、なんせホテルですしね。わーわー、 H だAH 点点点よ、ワンの特典をぜひゲットしちゃってください。よろしくお願いします。なんか今思ったのは、うん、ここにみんなでずらーって横になって寝てるすやすや写真撮ってたけど、それ誰が撮るのって話だった。今私が想像したのはみんながあのカニカマみたいに。え、わかる、なんかさ、カニカマってさ、このパックにさギュウギュウに詰まってるの、この上にカニカマみたいに並んで寝てるのを想像しちゃった。そんな感じ、そんな感じだった、合ってたの、合ってた。だからなんか川の字かける3って言って、面白い。でも今やって映れそう。部屋割り発表、発表、発表先するか、誰かどうする、ここでは部屋割り発表するらしいよ。じゃあもう今から行く、え、あれ、いいよ、え、あれ誰かどうだっけ、どうだっけ、なんだっけ、鼻毛、あははじゃあ部屋割り発表する、じゃんけんする。いいよ。それはどうじゃんけん、どんなに引っ張る。じゃんけんすればいいかな。どうじゃんけんするのこれ。勝っちゃったチームで言ってくる。オッケー。じゃあどうするのこれ。もうこっから発表する。確かに。すごい粘る。あ、じゃあこの部屋のこの部屋のこの部屋の人物からね。この部屋の持ち主。買い取った、買い取った、買っちゃったの。じゃあ、はーいで手やるよ、せーの、はーい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 、藤崎ひろりちゃんと笹川笹さん、今回イエーイ、3月22日、3月30日、3月23日まで誕生日まで笹さんにするとこだったよ、1日違いの、イエーイ、イエーイ、そこも割となってるイメージある。そう、割と太鼓の間なったよね。あれどこだ、京都か、京都だ、京都だ、あれはあれだった、イエスさん9月ぐらい、うん、でした、この部屋、次は、うん、私、あ、今くじゃあ今で私で、うん、私と一緒の人手あげて、はい。声できる。すごい声なんだよ。あゆみのとルームでーす。え、聞いてくださいよ。あの、あゆちゃんが、まあ、割と活動してる初期の頃に、なんか、なんでだっけ、なんか私が絶対に、あゆちゃんはうるさいから、一緒の部屋になりたくないです、みたいな、あの、ガチなやつじゃなくて、ないですよ、みたいな感じで言ってたら、初期の頃は、あの、早くあゆとリマ一緒になりなよ、みたいに言われてたんですよ。ついになりました、一緒の部屋に。初めてなりました。そう。そう、もうそんな風に言われなくなった、この時期になりました。2週ぐらい待ったのに、よろしくお願いします。それとも寝落ち気味なのでね、ちょっと、はい、矢田さんまだマイク表完成させてないから、完成させないと。でもね、結構ね簡単だから今日はね。そうだね、確かに、うん、遠征あるこっちのもんです、うん、イエイ、
い、ある程度は手つけてあるから大丈夫。ママと娘です。あ、だめだよ。だめだよ。抱き枕みたいな。あんたち今影響しちゃダメだよ。え、じゃあ博士は誰と一緒なんですか。博士と一緒の人、せーの、前回ミオちゃんとなるんじゃないかと思ってた。次の遠征になりましたね。言われてて、ね、確かに惜しいとかじゃない。何もなんかミオちゃんと一緒になる気がするって言われて、先週言ってたら、うしゃーとか言ってたらなりました。なりました。あんちゃん、あんちゃん、はい、お願いがあるんだよね、ミオちゃんに。あるあるある。なんだろう、あの髪がやばいやつの写真を送ってほしい。見たい。見たい。前回のね、あ、そうだ、見たい。今回ね、結構あのフロアが違うので、見に行きたい。フロアが違うのでみんな静かにしてね。そう、前回見たい、見たい。前回ね、ミオアラームが来たのよ。自分で駆けつけた。グループラインにバイオリンの絵文字が送られてきたらみんな集合。やば、面白すぎるよね。港はちょっとちゃんと見に行くわ。そう、あ、そう、前回はみんなエッチだったから。そう、あ、なんで今日はいける気がする。今日はね、まだ元気。何時に博士予定ですか。何時ですか、ね、だってこれ10時半に終わるでしょ。そうかそうか、うん、どっち入りますの。次スケートが次スケートが。じゃあ早めに、まだリマさんとあやみさんが起きてる時間に、はい、10時とか。そう、爆速でシャワー浴びていただいて、爆速で。またオイルつけちゃダメなやつですか。エンターテイナーに半分だけ乾かしてくる最初。アートじゃん。本当に元気出るよ。マジで笑いたい、見て笑いたい。1週間それ配信してよ。そうです。それはね、無理。本当に面白いからね。めっちゃ最高だと思います。いいなぁ、エリ。それをさ、独り占めできるんだよ。ね、やった、いっぱい写真撮ろう。やだ、そんなに嬉しそうだ。博士タイム期待してるわよって。ホテルには迷惑はかけないようにね。髪の毛がでかすぎて。あ、ラオウさんが、ミオちゃん、アイリーの寝顔を頼んだぞ、だって。ミオ、今日仕事多いね。うん、前回ね、多分本当に全員寝顔だったんだよね、うん、あの一人部屋の子以外、うん、お互いすごかったよね。お互いみんな撮ってたから。ジュニアさんとミオはもうすぐ寝ちゃった。朝撮った。ジュニアがまずすぐ寝るから、うん、本当にちゃんと寝る。まあ私が言えないけど。そうなんだよ、私引っ張り合ってるだけだったよ。3秒で寝るもん。そう、でもジュニアは違うのよ、あの何もかも全部整えてすぐに寝るから。そう、めっちゃ規則正しい生活を送ってる人間だからね。家でもそうだよ、うん、そうだよね。早い、うんうん、でもね、リマは、ね、全部全てを投げ出して、投げ出して風呂なんて知るかって投げ出して寝るのよ。知るか。いや、気持ちはあったんだけどね、もう眠気にあらがえないんだよね。あとは、あれ、あ、いや、まだもう3人残ってますよ今、うん、じゃあ2人じゃあ、ほか残り山の残ってるのがアン、マイカ、フミ、うん、なんですけど、じゃあ2人イベントしてあげますか。2人が先の方がいいよね、うん、せーの、はーい。そこか。、ね、アンちゃん気をつけてね、あのオタク。下出てる、下出てる。ちょっと大丈夫ですか、あのアンちゃん、初木組、初木組さん、初木組。大丈夫ですか。やばい、あの下すごい出てるんですけど。やばい、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 顔ベッタベタ。意外と、いや、まあ、推しだよ、推しだけど別にないから。意外と見る顔普通に喋ってた、さっき。めっちゃ普通に真面目だな、普通に真面目に喋ってた。そう、真面目なグループについての話と、あとちょっと笑える話をした。ちょっと笑える話好きなの。ふみ頼んだって言われてる。いや、マジでやめてくれ。ちょっと漏れてる、本当にやばいぞ。お願いします。今回みんなベッドが一つだからね。やばい、やばい、やばい、蹴飛ばすわ。やだ、抱き枕怖いよ。そしてだよ、そして起きてるか起きてないか、はい、どうまいか。あ、はいのところに食べてるの。なんと今回初めて一人部屋です。おすごい、結構出てる。褒めてくれた。なんかその今回5回目なんですけど、遠征が、うん、最初メイさんで、次もメイさんで、うん、次サヤさん、うん、で次
しおりさんとリマさんだったんですよ、うん、それピンチで、なんか結構みんな一人部屋の時とかあったけど私はなったことなくてちょっと憧れてたんですよ。なんか憧れてないですか、一人部屋そう、うん、とかちょっとすごい楽しみ豪華楽しみね、一人の時間で、一人がさ余裕な人でよかったね、うん、たまに一人苦手な人とかもいるから、絶対嫌だ一人、ね、怖い、ね、と起きれるか心配、うん、靴とかで間違えないしないと、いそれスリッパで、スリッパで出てきた、誰だろう、どれあんたや、スリッパ出てきちゃったけどあゆちゃんもルビーに多分一回出てきたと思ったえ、それさ、マイクちゃんだけっていう設定だよ、設定って言っちゃった、設定じゃない、もうバレたから、うん気をつけようね、毎回一人部屋か寝顔期待できなかったって、まあ、見せられないから、純也だよ、食い気味見せられないよそんなコーナーでちゃん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 赤ちゃん眠たい、赤ちゃん眠といて、赤ちゃん赤ちゃん、お、タクロ、マイカの3枚不明なんだけど、あとカトの2枚ずつも不明、何人か買ってるんだけど、オンラインラクーチラクザ中です、あ、何なの、ラクザ何なの、あと何を求めてるの、あるのかな、えじゃー、確かに2たす3かもね、あー、そういうこと、他はデジシャメでマイカだけ5枚のなのか、あ、ありがとう、いや、あんちゃん、あんちゃんご愁傷様です、あんちゃんお疲れ様、キッズ、あんちゃんピンチ、限りなくピンチ、あんちゃん詰んだいや私はあんちゃん、あんちゃんゴールの声がでかいだけ形だけだから、意外とさんだやばい、あんちゃん大好きだけど別になんか、なんかそう、なめずり回したいとかいやそれはやめてくれってもいいですよ、したいとか自分の鼻に入れたりとかないからやばい、そう、あるそれがあるのはメルとミオと、ミオはないですよ、ないミオはギュッてしたい、怖いちょっとだけ、さっちゃんはギュッと潰して、いやギュッてされたい頑張ってね、そういうあれなんですか、なんか鼻に入れたいとかじゃなくて、いやそれは誰でもそうだね、ごぼけたやつそうじゃなくてちょっと強めのツッコミ来たよ、強すぎやろ、自分が好きなのに、そうそうそうに愛されたい願望難しいね、そうそう、両思いかわいそうやる、接触は欲しい、そこにちょっとベクトルの違うオタクがいるのよ、接触が欲しい、あと今日部屋割りの他にみんなで、ね、そうだ、そうです、持ち寄ったリクリエーションか、リクリエーションがまだやばい、溶けてる、絶対にやばい、あ、そうじゃん、最初に行けた、あ、そうじゃん、企画説明をすると、ここあれないの、冷蔵庫あった、冷蔵庫、あ、そっか、あ、バカバカ、もういいからね、じゃあ、あんちゃんから行きましょう、ビニュビニュ、あのコーナー説明を、そうそう、今まで海外遠征の時に一番最後の日の夜、ビニュビニュなんだけど、一番最後の日の夜にあのなんか現地から調達してきたものを紹介しようみたいなやつがあったんですよ、それをちょっと今回久々にやっていこうと思います、今回は国内名古屋バージョンということで、ね、普通に配信するよりもね、なんかみんなのおぬぬめ商品を、おぬぬめ、おぬぬめ、じゃあ、あんちゃん、待って、はい、あんちゃんはかわいい、かわいい、なにこれ、アイスで読むの、あ、読んで、金シャチ、いやもう読めない、金シャチくんモナカ、モナカ、ちなみにこれアイスで、もうなんか溶けてます、皆さん今食べたらやばい、ここの部屋が食べてもらえない、小倉が有名で、小倉が入ってるよ、すごい、小倉さん、ね、美味しいだね、それは、あの美味しいですねありがとうございます、間違いないね、仕込まってたっけ、あんちゃんこっちにも見せて、あいぬさんこんばんざい、フルにてってれ、ありがとう、美味しそうだね、じゃあ次は月の夜オロチの、これ、あ、もう、もう発表して、名古屋の手羽先イカ、これはコンビニ売ってる、世界の山ちゃん幻の手羽先風味のイカチ、あんちゃん自由だな、ちょっと一回右後ろ見て、みんな自由だし、もう後ろ見せてるし、お友達、いいお友達、そうだ、一緒になった。実はね、某コンビニ買った。かけて、お気に入り。あ、それはコンビニに売ってますか？って。半分こしてるみんなのやつがコンビニで。
このメニュー。コンビニの。あ、リマ州名古屋の夜落書き写メ。あ、リマあゆだけど大丈夫かな。リマあゆなんですよ。かぼちゃん。そう。きっと大丈夫かな。しれっと部屋を言うとリマあゆ、塩ささ、マイカ単品、ミオあいり、ふみあん。うん、そう、マイカ二人分で、あゆみな、二人分の子。でも今、あ、でもこの組み合わせがいいっていうことかな。ここに今一緒にいるからっていうことかな。うん、あと誰か全員写メを頼んでくれてたな。名前ちょっと通知が見えなかった。うん、多分岸さんな予感がする。違うかな。リマさん、はい。アンフェミのツーショット頼んだって言った。ピーマン、ありがとう。ガチャミン頼んで。マイカ。ピーマン、ありがピーマン。あ、これか。ちょっとリマレモには見えちゃったかな。そして今イカを2人が噛んだところで、次は次誰か商品行きますか。で、我行く。あ、そうね、ちょっと謎だからアイリから行く。はい、こちらはなんかスガキ屋の味噌煮込みうどん。美味しそうだよ。おお、しかもカップじゃないんだね。そうなんですよ。なんかこれでした。黒ラーメン129円という安い。ありがとうございます。せめてね。本当にやばい。やっぱ辛いですね。名古屋のものは。食べた。今。だってもうガブ。これ以上食べる。みんなあのね、これみんなでコンビニで買ってきたからコンビニに売ってるものです。全部ですか。名古屋にいる方とか買いに行けるよ。可愛いか、それでいいよ。コンビニ探しに行こう。ゆうちゃんどれ。ゆうちゃん、あー、そこにある。あ、現地というかこっちの人が、いなちが手羽先いか美味しいよって言われてる。みおちゃんが紹介するのはこちらです。どどーん、食べるの。すがきやラーメン。お、有名。有名、これめっちゃ有名なやつ。え、これ写真撮るの忘れてる。あ、これだけ有名なやつ。有名なやつ。多すぎんだよ。有名なやつ。スープが絡むもっちり麺、だしを効かせた和風豚骨。うざっ。長屋とやばいやつだわ。大事で決まりって書いてある。この子は誰ですかね。わかんないけど、スガキ子？一緒やん。なんかもうやばいじゃん。スガキ子。本当だ。どうしちゃった？スガキさんも。スガキがすごい。しかもすごい。ちょっとこれは食べてちゃんとあのまたツイッターとかでねリポートしますね。そうに食べれるじゃん。え、これ見て。それでもすごい。すごい。バイバイ。入れる。バイバイ。ありがとう。今ね、公式ルームでね釣りながら個人ルームも回しております。開けちゃおうかな。開けちゃおう。私、春川恵美が選んだ名古屋飯は、イエイ、つけてみそ、かけてみそ。あ、美味しい。美味しいやつだ。食べたことあります。これ、あの前に愛知県の伝道師の松田恵美ちゃんが紹介してて、知ってたんですけど、あったので、噛んだら超出てくる。ちょっと行きたい行きたい。このいろんな、なんか、あえたりみたいな、つけたり、塗ったり、あえたりみたいな、万能味噌だれって書いてあって、ちょっと今気になったことがあって、原材料名でブドウ糖、果糖、液糖っていうのを使われてらしい。なんでそれ読んだ。その心は。ブドウジュース飲んだから。これ大丈夫かなっていう。助けてください。やばい。これやばい予感しかしない。やばい予感しかしない。前で受験は。でもこれさ、つけて味噌、かけて味噌がさ、コンビニで買えるって結構ね、名古屋って感じ。名古屋、そう、コンビニそのデカサイズ言ってるんだ。食べてみたらね。舐めるの。さっき歯磨きした。うん、してた。飲む。早かった歯磨き。そのままチューチューいくもんね。そうだよ。ちなみに中は液体。あれ、あれこれはやばい。内部の水分補給とかね。そうだよ、もちろん。口の周りで絶対にして。あ、ナオロエミさんが頼んでる。チャレンジャーやん。あと誰が残ってる。はい。はい。どっかに一回置こう。ここに一回置こう。持ってる？アングルが。ね、助けて。どこに置いたっけ。あ、これだ。ちょっとして。それ最後じゃなくて、もういいか。それ最後にしたい。それ最後にしよう。痛かったね。可愛い。いやいや。え、でもね、もうなんか大したあれに感じなくなってきた。いや大してるよ。そう、大してる。うん。まず、あの、二つあるんで、ちょっとこっちを紹介しますね。あ、匂いがめっちゃ、味噌。そう、甘いの飽きるとか問題ないよ、これ。うん、見たよ。全部見て。バカ、バカ。え、これ読み方どれだっけ。え、舐めた、これ舐めた。ちゃうね、横にすんなって。ね、だから横。おいしい。私たちは
サカが購入したのはサカが喋るよ。サカが喋るよ。サカが喋るときみんななんかサカが喋るよみんな。こちら1960年創業以来名古屋の人に親しまれてきた元祖台湾ラーメンのお店。これ読み方どっちだっけ？味線味線。どっちが正しいの？味線味線だったっけ？うん、正しいの。味線さん今池本店監修の味付けうずら卵。いいの。味付けうずら卵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 。です。これはめっちゃ美味しそう。うずら大好き。台湾ラーメン味だって。うーん。気になる。やっぱ味線。味線なんだ。味線だった。素晴らしい。あとこっちも紹介していい？お肉。紹介してください。こちらコンビニによくあるおでんなんですが、こちらではなく、その横についております。こちら。味噌カレー。そうあのね名古屋はねおでん買うとね味噌ついてくるの。コンビニでおでん買うと。味噌タレ。味噌タレ。味噌タレ。見せて見せて見せて。味噌タレ。最後にここ。回ってる。回るから。ありがとうございます。でした。普通のつくねとウインナーとこんにゃくです。はい。半分買わなかったね。私先行っちゃおうかな。なんでありがとうございます。コンビニの中に名古屋のやつが全然なくて、はい、被ったらあれだから。はい、みなとりまが買ったものはコンビニで買ったもの。でででお名古屋これねみんなに一回お土産で持って行ったことある。名古屋名古屋っていうなんて言えばいいんだろう。この中がそう白あんっぽい黄身あん和菓子和菓子ですね。名古屋名古屋これあのそうなんかあの愛知県の伝道師愛知県の伝道師松田美乃ちゃんに名古屋遠征前になんかおすすめのお土産あるって聞いたら名古屋美味しいですよって言ってて、みなちゃんに紹介いただいた通りに買ってきました。本当に美味しかった。エミナの力やっぱでかい。そう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 、そうやっぱさすあのねせっかくいるから聞いてみようと思って聞いたらこれでした。名古屋多分コンビニじゃなくても帰りにねお土産として買えると思うからよかったら買ってみてください。大好きです。イエーイ。みんなメインはしだよ。やだ寂しいよ。メインはしだよ。待ってって言われてそのままなるほど。10分で変わっちゃうよ。そうだ。でもやっぱメインでね多分みんな見てくださってるからね。みんなメインを。あじゃあ私だけあんちゃん。あ、そしたはい、そして最後、私もそんななんか今日はこの格好で得点ゲットできますよ。はい。あ、開けやすいの怖いんだよ。それ言っちゃうの？それ言っちゃうのか？食べれそう？これ好き。食べれない。みちゃんは、みちゃんはいつ発表できるのか。あまり食べないですもん。りまちゃん。りまちゃん、りまちゃん、あった。ベビースターラーメン丸の、あ、そう、丸がついてるからもうふみちゃんって言って。何でもしは丸をよくつけるんですけど、ベビースターラーメン丸の、そう、元祖台湾まぜそば味。絶対美味しい。メイヤ花火さん監修。楽しいです。存じ上げないんですけど、花火さん名古屋味だと思うので、やっぱ台湾まぜそばなんだね。すごい。ガオさんってことは名古屋の。ガオさんご注文くれたかな。ありがとう。ありがとう。おすすめ。走れ。美味しそう。もうねさっきからねあんちゃんがここでねあのドロドロになったね金シャチのアイスをね一生懸命食べてるもぐもぐ。やばいですね。やばいですか？飽きるらしい。半分ぐらい。半分もいってないです。本当だ。本当だ。ありがとう。食べられる？今不明。食べれない。あんた買ったの？そんな。ありがとう。つつさんが食べてくれるよ。割と食べたそうな。これ半分にします。全員鏡動画入っちゃう。そのドロドロさ。ちょっとさここにさ行こうよラオに。やばい。私しますよね。ラオちゃんどういう動画がいいですか？ラオこのまま食べたいですか？最大限まで。ラオちゃんどういう動画がいいですか？ラオちゃん
大丈夫、私の声しか聞こえない。ものすごいドロドロしてるのが見えるって。ラオさん見てますか？頑張れみーちゃん、こっちちゃん、こっちちゃん、ラオちゃん、ラオさん、何食べてないの、買ってきたんかい。ラオさん、さっきのに答えてくれた。ビフォーランで45分経ったから座るの買いたいね。キシさん、電車目ありがとうございます。キシさん、今なかったかな。ごめん。さっきの違ったか。ありがとうございます、電車大好きです。すごいレアキャラの人とかがこのタイミングで来る。世帯主さん、ありがとう。チーズ、チーズ、チーズ。公式ルームでも配信しております。今名古屋からお届けしております。アイスはパジャマで特典ゲットできるよ。冷凍庫ないのよ。そうだね。冷蔵庫にいいですよ。さっき卵、冷蔵庫、卵、あれ、うずらの卵、あんちゃん、かわかわ研究、ありがとう。卵、卵、そうね、うずらの卵、皆さん、かわかわ、わーい、うずらの卵、うん、よくできました。今日はいいね。ホテルの、でも溶けてても美味しいんだけど、これ、じゃあ、オブラ好きかもしれない。ふみさん、推しカメラ、今、この角度のオブラ好き、戻ってないし、いいよ、これはジャンルだから、近くにコンビニ。今ね、紹介したのをね、やっぱあったね、今回名古屋に一緒に来てくださってる方はゲットしてください。やっぱ推しメンと一緒の買うって結構さ、どうしたどうしたどうした、お高つって感じ。拍手、あ、拍手か。つけて水をかけて水を、つけて水をか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 けて水みんなで楽しそうな感じで修学旅行感、イエーイ。オブラってでも一応理想じゃない。苗字は部員の囲み斜面、囲み動画なども左上の、左上の、このままの左上の、左上の穴からですね、特典券購入できますので、今オンライン特典会中なので、よかったらよろしくお願いいたします。聞こえてるかな声。ふみちゃんが持ってるもの何？携帯です。今はね。ほら、あんなに頑張って喋ったらやっぱりこれです。これがマジサバ好きだからね。ちょっと近くで見せる。ベビーラーメン丸。ベビースターラーメン。ベビースター買わなすぎて。台湾まで。美味しそう、こう。美味しそう。写真見るとさらに。はい。マジちゃんから。マジちゃんから。はい。え、ダメ、おじゃダメ。そう。一枚しかくれなかった。はい。名古屋美味しい、ね、有名みたいなね、名古屋。床には垂れてないです。あちゃん、ここ人の人の部屋だからね。ちょっとその姿勢やった方がいいかもね。わかる、あんちゃんのやばい、いいよね。もう口臭いやばいですよ、これ。ずっとやばい、やばい。それ食べ物じゃない。個人ルーム切ってみんなで移動して配信切り替えるか。どうしよう、あんちゃんティッシュ1枚買って、また後でね。 Thank you。 ありがとうございました。もなか見せますね。そう、見せます。だからそれをね、名古屋から美味しいもの食べた。っさっきね、名古屋といえばサムギョプサルっていうことで、サムギョプサルの話をしてるので、なぜか名古屋来るとサムギョプサル食べられる恒例行事があるんですよ。見てみてて、タラアンが映ってます。ちなみにアイスはスナさんにあげた。からの全体ルームの時々に名古屋食べてくれてるよね。一回この価格でスクショタイム撮って、確かに、でもしこれいい感じにいったら楽しみだね。よろしいの、やるもう、あ、ちょっとずっと、今日はコーナーがいくつありますんでね。1時間半の間にやりきらないとね。前2時間使ってるから2回に。でもあと45分だべ、ね、あ、じゃあちょうど入れ替わりタイム。そうそう、だから今やったの。今いや全然聞けてなかった。スクショタイム取って、で後半もういったターン
もう一旦もう一旦ドキドキドキ個人の方切っちゃっていいのでも見なくていいのありがとうございます綺麗なツッコミ写真見たありがとうございますお求めてましたグランプリかって使命にしなくていいのにあのよかったら公式ルーム来てくださいなあ何百にコメントが多いありがとうございますなんだかねだけどこっちが配信この個人ルームの話終わっちゃうんですけど公式ルームには引き続き待ってますのでよろしくお願いしますみんなもゆっくり寝てください自分の場合お休みクレジット固定公式ルームに着きましたねありがとうセタリンさん聞いてくれてあ、違うバンザイジャパン公式ルームとかよかったら見てみてください今ね半分のメンバーが個人ルームも同時に回してて入れ替わりますもう半分のメンバーがバイバイアイリッシュはお届けしましたつけてみそかけてみそクレジットパン公式配信というそうみんなのねルームが終わったら一旦スクショタイムつけてみようじゃあさ今の前半45分は名古屋のあっそうやねありがとうございましたそうみんなが来てたら一回また来てねさあちゃんうずらの卵を待ちますかあうずらの卵さちゃんのね味噌だれうずらの卵あっちゃんあっちゃんあっちゃんごめんちょっと一回お戻ししますはいでこれで一回スクショタイムして、はい、でまた価格を変えようつけてみそかけてみそみそ煮込みうどんすかきや入ってるかな入ってるか3、2、1スクショタイムまばたきできないあー目がOK かな OK OK お話ししますた間違えました間違えてないよあと45分なのでちょっと位置を変えたい、はい、全体的に位置をどうしようかなそういうことかそういうことそういうことそういうことじゃあ私たちどうしようかなありがとうじゃあ正反対に行こうでしょ後ろにいた子が前に出れればいいんでしょ確かに強くあると思う後ろに出ないのねえちょっとだけやっちゃいましたどうしてなんかえ誰これみおちゃんこれ借ります全然知らんまま知らない名前の方から全社配信ラクルーティー言ってるどこが来るバッタンここ真ん中おじまるあ、でも、りょう先生が、はい、そこ入らんかったよね、結局みおちゃん、さっき後ろいたここえ、そこだわちょっと待ってくださいねこれをツイートして、あゆみさんに携帯をすいませんあと、テルヤモテルジーかあ、テルジーテルペルジーそうか、こちらもで続いてる今、席替え中ですテルジーこれ入るのパジャマ個人はまだ個人まだ使わんけどね始めていいよしようかなあ、始めていい待ってください充電とかできるかな充電これ使ってください皆さん52オンライン楽一楽が特典まだまだお待ちしておりますしておりますどこえ、これせこれさすよさすよありがとうだよさすよじゃあ画角一回調整したいねどうじゃジョジョえ、これ完璧に乗れたりするさっきからちょっと明日も大阪 PC ビルディングさんでライブあるので来れる方お待ちしてます明日当日券のみだからねもうみんな当日切っての勝負みんな見えるかなあみんな一回画角ちょっとこれでかすぎるなみんな見えるえどうしたらいいんだみんなどうなってたさっきさっきしおりさんはさっきあのしゃがんでたこっちかしゃがんでたこうだわあそう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 いうようなになってたできた。これ今何をしているかっていうと、バンテージャパンのあの全体の公式ルームで、名古屋メンバーみんなで配信してるんですけど、この図は私が横にいるよという感じですね。キャー！倒れたよって、たまに倒れても可愛いねってことね。お願いします。はい。あそこみんな改めて名古屋組さんこんばんはライブお疲れ様でしたこんばんはこちら行きましょう次が多分大移動してる姿すら可愛いふみちゃんが目から上だけだ
こんばんは。何だろう。今日お疲れ様、ライブお疲れ様でしたって言ってるみんな。ありがとう。ありがとう。うん、みんな新しいポジション祭りだったね。こんばんは。ちょっとかぶっちゃった。うわ、なんか画角やば。ここしたりは。どこだよ、ガヤ。近く。今のそれを借りたら。あ、いいよ、使って。でも、はちゃまんの、うん、でかいかも。あ、それ開いたらどうですか、その、お椅子を。お椅子。お、ボコって。お椅子って。ボコって。あ、なるほどね。はい、じゃあ静かに。ありがとうございます。バタンバタン。やばいやばいやばい。やばーばーばい。やーちゃんの携帯がやばーばい。そしたら、やばーばい。いやいや。え、もんだっけ、それ。やばーばーばい。おいで。コメントが見えそうで、あとちょっと。ちょっとよ、ごめんね、全然見えない。お客様は見える。あ、ここにしたらいいのか。なんだかんだね、先週今週見れて嬉しかった、また会える日をだって、パドラゲユウさん。なんか全部読んだ。バドミントンラケット、略してパドラゲ。そうなの。美子さんにも名前覚えてもらえたって。あの、プレイ、なんだっけ、完璧の時に。よかった。携帯が変。間違えられてた、ね、すごいとこから飲んでた。じゃあすごいな。どうしよう。あ、でもまあいいでも。めっちゃ漏れないし暗い。よし、始めます。さあ、ササさんだけ読める。ササさん、新潟のプロモーターにつながる人にバンチャ、バンチャユパン押しといたんです。ライブフォアあったらお願い。ササだけ？ゾウモーティ。ああ、今日めっちゃ新潟行ってた。そうだ、ドラ、あのバンドを見に行ってるんだ、モッティ。ありがとう、モッティ。そう、いろんなとこ食べに行ってくれたの、新潟の青島ラーメンとかも。すごいね。前より新潟の伝道師してくれた。いけない代わりに。ありがとう。頑張る。リマさんは牛乳なのかな。港さん、また牛乳だ。そうです。リマさんは牛乳。あんちゃん、顔ちっちゃ。めちゃめちゃちっちゃい米やん。めっちゃ戦ってるから。米すぎる。めっちゃ後ろにいるから。ただでさえちっちゃいの。めっちゃめっちゃ裏側って感じです。裏側新潟ライブに行ってたんだ。あ、そうなんだ。あゆみさん、あゆみさんいるよ。あ、じゃあそろそろあゆちゃんやる。やりたい。じゃああゆちゃん、もう一回やりたいこと言ってごらんなさいよって顔。人狼ゲーム。人狼ってどういう意味なの？あのミオちゃん携帯貸してくれたよ。人が狼になるってこと？じゃあルール説明して。お泊まりのお泊まりの定番。お泊まりの定番人狼ゲーム。そうかな。ですけど、あのなんとアミコさんがいいよしてって言ってくれたのでやりたいと思います。人狼ゲーム。そうか、とってもかわいい。個性だった。なんと今回はこちらの人狼ゲームのアプリを使って。そうかな、アプリがないとね、できない。そうなんですよ。じゃあ使ってやっていくんですけど、みんなに分かりやすい説明。そうだ、人狼ゲームとは。お、来るかな、来るかな。一回アイちゃんの説明。はい、人狼と村人に分かれるんですけど、人狼はあの一晩一晩であの市民を殺していくんですよ。食べちゃうので、なんかその時に人狼と市民がなんかまずね、人狼と市民っていうのがあるね。そう、役職っていうのがあって、人狼側と市民側に分かれます。はい、で何対何で何対何か決めれるよね。たくさんあって、人狼が2で市民が3で、占い師っていうなんか役名があるんだけど、役目舞台があれば占い師は、占い師はあの1人なんか占うことができて、例えばリマさんが人狼でこの人を占うってやったらもう分かっちゃうんですよ。だから市民なのか狼なの、狼じゃない人狼なのか。次の日朝が来たらこの人人狼だったって言ったら、この人がもう死んじゃうので投票によって殺されちゃうので、人狼チームに勝つっていうのに導くんですよ。じゃあめっちゃ強い。そうそう、占い師になったら一番で、騎士さんっていうのがいるんです。騎士さん、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 騎士さんっていうのがいるんです。確かにいた、確かにいた。騎士さんは
演技が上手いんだよね。演技が上手くて、マテジャパンの歌も届けて。うん。で、あの騎士、役職の騎士は、例えば人狼がこの人を殺すって、うん、あの夜にやるんですよ、うん、なんですけど、あの騎士がこの人を守るってやったらその人守られるんですよ、うん、死なないだから、人狼は市民を殺せよ、うん、まずね。で市民は死にたくないよ、うん、でも人狼の人数より市民が減っちゃったら負けなの、うん、まずね、うん、で、人狼が文で、うん、じゃあこの二人が市民だとして、じゃあ殺そうとするじゃん。そしたらその騎士の人が守れば跳ね返れるって、っていうのが騎士です。はい。はい、すごい単純な。そう、あれと単純。これぐらいでいいですかね。そうね。やっぱさ、あんまり増やしすぎるんだけど。そうですよね。って感じです。人狼ゲームの説明でした。人狼なりてー。わかりました。騎士と占い師は殺され、絶対殺されない。騎士さんと占い師は殺されたら終わり。市民側だから。あ、不利になっちゃう。でも殺される可能性はあるってこと。不利になっちゃう。そう、市民の B ダッシュみたいな。占い師とか消されちゃうと。カバーする人がいなくなるってことだよね。占い師ですとか言ったらやばいんですか、逆に。占い師です。狙われちゃうから。でもそう。だけど、あの占い師が、占い師が例えば人狼が分かった時点で行った方がそれは分かる。あ、我が占い師です。一回ノーマルでやりたいよね、だから。あ、じゃあ確かに一回やってみた方がいいかもしれない。人数発表するか、一旦。あんちゃん分かった、分かんない、分かんなかったか。あんちゃん可愛いよ。可愛いから、うん、縦巻きロール。人狼知らないがためになるのかな。そういうとこに置いてもらう。人狼知るよ。すごいね。フォックスなら見たことある。狂人？狂人はね、ない。狂人なしでいく。狂人は私わかんないよ。多分ね、めっちゃあるの。ネオみたいなやつでしょ。メイと騎士と市民と人狼がいるってことですか。そう、騎士さんね。騎士さんが一人混じってる。騎士さんは当てる。騎士さんはだいたいジャンピンナップジャパンを立てる。騎士さん今どこにいるんだろう。どっかのルームにそう。ちょっと面白い。あ、なんか一人入っちゃった。一人入っちゃった。一人入っちゃった。一人誰か入ってきた。今メインは公式版で自分の公式ルームで配信してます。占い師と霊媒師の他に、なんか霊媒師が分かんない。占い師と騎士の他に霊媒師っていう、あ、そうだ、なんか入れなきゃいけないみたいで、なんか霊媒師は例えばその人が前夜に殺されてたとするじゃん、うん、その人が何々だったっていうのをなんか知ることができて、死んでしまった人の役職を確かめることができる、できるっていう。何回でも分かんなっけ。なんかでも役職、いや、その日のうちに一人っていう感じ。そうそうそう、その日は一日一人。超強い、超早いよ、一日回るのは。そうそうそう、それが何回続くかっていう。死んだ方が早いんじゃないですか。死んじゃダメ。あんちゃんが役職持ったら全く分かんない。でも霊媒師死んだのが大変、大変、大変、大変ってことは、この一人が大変、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 大変。役職持ちは早めに倒したいから、バレると、だから、よく倒されちゃうから、あんまり役職持ちは言わない方がいいけど、けど、だから、例えば、なんと2人2匹いた人狼のうち1匹はもう倒した後で、市民の数が圧倒的だった場合は自分の命を捨ててもこの人は人狼だって言った方が後の人が倒してくれるから勝ちに迎えるから、そういう時は言った方がいいとかっていう感じで、あのでも人狼ゲームはゲームのルールを分からない人がいても面白いので、マイカちゃんとか。え、これみんな分かる。霊媒師って殺されないと活動しないってことですよね。いや、あ、違う違う違う、自分が死んだんじゃなくて、その日死んだ人の役職を知ることがある。霊媒師だったら、うちらが誰かが死んだ時に誰のでもとか。あ、じゃあ自分が死んだったらもうゼロ、何もない。あ、そうそう、そういうことか。死んだら言えばいいですか。死んだらかも。あの本当に聞かれる気がある人はできるだけ死なないで、市民が守ってたりとか。そうだ、市民だったら市民、市民だったら市民で、あと占い師とか騎士とか言うと殺されちゃうかもしれないし、いくら聞いてるかなって、何もちょっと言ってないよみたいな風に断定じゃなくて、可能性的なことで言ってバレないようにするみたいな。じゃあとりあえず始めますか。なるほどね。時間なくなっちゃうからね。そう、みんなふーんって言ってるけど分かってるから。分かった分かった分かった。マイカとかはもうプロだわ。分かったよ。騎士さん分かってる、分かってる。さっきまで言ってました。ゲームマスターはあゆみちゃんなので、ここからあゆみちゃんのお話を。じゃあ、はい、あ、なるほど。すごい BGM やってる。ちょっと分かって。あ、怖いやつだ。ざっくりさ、どうぞ。
なるべく怖いんだけど市民みんなをドキドキしてる。懐かしい。バンザイファイトもらおう。最初の頃から市民の思い出を殺して市民の思い出を殺して怖いんだけど。はい、始まりました。どうすんの？あ、見ちゃう、画面を見ちゃダメだよ。アプリで自分の役職を決めてもらう。え、あとコメントでなんかあれ言われちゃうかもしれない。コメントにも見せないように。確かに確かに。え、だから当ててください、みんな。分かんない、誰が人狼でしょうか。みんなも考えてね。自分が人狼ですっていうのは不利なんですか？なんか携帯回ってきたら画面に従って何かやろう。今はですね、各メンバーが自分の役職を確認しているタイムです。確認しました。市民だったら市民って言ったのは別に。でも人狼でも自分が人狼っていうやつはいないと思う。それは市民ですよね。そう、だって知りたくないからね。一応鬼ごっことして鬼ってこと、人狼が。あっていう感じ。市民だけは人狼を見つけ出して、もうなるべく人狼を排除させる。人狼側はなるべく市民を味方にみんなに疑われて。これね、あれですね。そういう時は役職を見てから誰かを疑うタイムがあります。そう、ここから話し合うからね。でもその人が何も知らないやつだから、もし人狼疑われても知らないし、ただ楽しいやつだから。疑われちゃってたら占い師って言っちゃう人もいるってことで、二人占い師に言われちゃうみたいな。そうしたらどっちかが嘘なんだけど。みんなで嘘つきってるから、誰か嘘で戦うしかない。楽しい。心理戦。怖い。どうやって倒すかというと、この多数決で一番疑われた人がその日に死んでしまうんですね。なるほど。悲しい。だから必ずその日の夜に誰か疑うかっていうタイムがあります。みんな得点ゲットして。論破系なのか。そう、論破なのか。逆に黙る子もいるよ。うまい子は。で忘れちゃうんだよ。逆に。はい、それ娘。え、これって明日自分に役職したら何したい？忘れちゃダメだよ。役職して、あと誰かを疑うタイムがあるから。まだとりあえず。分かって、分かっても黙ってとりあえず次の名前入れたら次の人が。やばい。覚えて嘘つけばいい。そう。嘘でも変えるので買ってね、みんな。市民と一緒にゲームやってるけど、得点も変えます。市民と一緒にね。そう、どうすればいいんですか？私はあれでした。私はあれでしたよ。市民さんで間違いありませんか？言っちゃダメだよ。あ、何止めるの自分で。これ止めて言っちゃダメだよ。この反応もね、ちょっとね、絵に入ってくるので。でもね、分かんなくても、分かんない子も意外とさ、スーパーゲームした時あるからね。せいちゃんがそう、前回そう、スーパーゲームだったよね。配信で面白いパワー、面白いパワーを見せてくれた。1回目とか2回目して、あ、終わったわって言われたから。でも勝ってんだよ、あの子。当ててね。占い師語り面白いよね。当ててね、みんな。占い師、え、みんな見てる人、結構人狼とかやったことあんのかな。どうだろうね。テレビ見てたら。でもなんかやってると本当に。笑ってる、笑ってる、なんか。笑って、アイリーちゃん。何これ、どこ押せばいいんですか？わかんない、難しい。最初難しいよね。最初なんか全然わからん。でもあと30分で最後に回ってくるの。怖い。もうまず怖いですよ。もう怖い。もう怖い。パジャマでお揃いなんで。そういうパジャマで。あ、じゃあ。いや、わからないです。今日はちゃんと喋ろう。この間さ、眠りそばってなんだろう。え、違う。この間はまだ私加入して1週間とかだったから普通に緊張しちゃって全然喋んなかったら人狼で勝っちゃった。見えてる、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 見ちゃダメですよ。え、隠せ。え、これどういう風にするの？皆さんぜひね、盛り上げていただけたらと思います。それが人狼っぽいなとか。でもコメントあんまり見えるのがいいね。うちらはでも盛り上げて。占い師は見ても読まない方がいいね。そうね、一応後ろにとかにもね進行しちゃうから。騎士は守れる。あの進行に差し支えのないコメントは読みます。そして占い師と得点もゲットしてね。霊媒は一人ずつ。そうで、市民側の人たち。ああ、そっかそっか。市民側の人。あ、そうそうそう。あれ、人狼何人いるんでしたっけ？そうだ、これは2人。2人です。2人人狼。おお、7人市民。燃えるぞ。4人市民で、占い師1人、騎士1人、霊媒師1人、人狼3人も市民とかね。ああ、そうか、7人。中で能力持ってるやつらがいて、あとちょっと強めなやつがいる。平民の人がいる。7人がフォーメーションに入れなかった2人がいるのよ。切っ。人狼はもう運を言わさず強いから、まず殺さないんだ。殺さないとどんどん人を簡単に殺していけるから。じゃあこっち。人狼同士は知ってるから。食べちゃう。あ、お互いに誰が人狼かって。そう、占い師はあのでも騎士とかっていう役目
6色は見れないのでちょっと眠そうなのにしてない、あ、あれ見ないようにしてるよ、あんちゃん、あんちゃん見ないようにしてそういうことか、素直すぎん私でもコロナで人狼になったことない、嘘、え、これびっくりな流れはあれだよね、まず話し合い、みんなで話し合って誰が怪しいかを決めて投票、みんなで怪しい人を投票する、でその投票で一番票が多かった人が処刑って言ってなんかもうそのゲームから取り除かれちゃう、でその日の晩に、人狼が誰か一人を殺す、でその人もゲームから排除されちゃう、でまたその次の日の朝になって話し合いタイム、処刑、投票処刑があって、でまたその後に人狼が誰かを食う、え、これどうするんですか、人狼を殺すには市民の助けで殺されるけど、人狼が誰かを殺すには一人の人狼の投票でその人が殺されちゃうんですか、必ず毎日一人は死ぬの、だから死ぬんだ、市民は多いけどやっぱり朝だった朝だった朝だった、ごくごく、はい、恐ろしい夜が明け、朝が来ました、昨晩の犠牲者はいませんでした、最初だから、怪しいと思われた人物はふみさんなんですけど、それはふみさんが、これは最初にさんが一番上に名前があるから、それは全く関係ありません、え？ないんですけど、今生き残っているプレイヤーには1ポイント加算されます。それでは今から人狼を見つけるための話を行ってください。どういう話する？4分です。4分。4分さ、減らす？半まで何分？あと何分？あと20分ぐらい。あと20分。じゃあ1分でいこう。全部短期決戦で。何を話すの？市民です、市民です、市民です、ちょっと本当にあのやめて、本当に人狼に近いんだから、わかる、市民とかさ殺してるよ、つまんない、私応援団長じゃなくてちゃんと参加してます、応援団長じゃないよ、声でかいけど、今ね誰が人狼かを探るタイム、第1回、第1回、1日目、1日目、何をするの、本当に何をするべきか、でもやっぱり私にいっぱい入れたと、私に恨みがある人が誰よくあるあるでさ、発言する人を殺して落としたりとあると思う、あと愛ちゃんもよく殺されるそう、私ゲームしたい、人狼が好きだから、まっすぐやろ、逆に落としたりすごく、あ、死んじゃった、今回生きらせてほしい、言いながら、みんなは表情を見るんだよ、そうだ、そうだ、こんな言いながら、って言ってるやついたら嘘じゃん、だってもう、でもお前は人狼だって言うの、違う、次はまた投票があるから、投票する、黙って、わじらだ、わじらだ、わじらだ、何やってねえだろ、30秒聞きました、すごい、あ、じゃあ市民同士で一致団結しないと誰かだよ、そうだよ、誰か無駄にする可能性がある、そうか、そういうことか、団結すればいい、だって1日は結構難しいとこあるよね、しおちゃん人狼なんじゃない、もしかして、そうだよとか言って、そぴょーうぜーどうせ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 ー、例えば、例えばこれで私が死んだらおってなるよね、そうね、なんでおってなるの、言われたから、そうそう、しおりちゃんがそうそう、誰だ、じゃあ一応ね、もういつ経った、一歩経たるんだよ、全然わかんない、話し合いは終了です、日は暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました、何処分、ゲームマスター名前呼ばれたプレイヤー、怪しいと思うプレイヤーの名前を聞いて質問してください、何質問、そんなの前と違う、お住まいに質問が多分一つできるって、あ、だけど、なるほどね、やらなくてもいいよね、それはやらなくてもいい、なほん、と発言がで、投票の際発言できるのは質問しているプレイヤーと質問されたプレイヤーの2名のみです、周りが周りがやいのやいの言っちゃいけないってことで、あ、静かにタイム、一人、あ、質問してる、じゃあ、あんちゃんはふみのこと好きですか、それ怖いんですけど、おしめ、やっと、じゃあ大好きだよ、どういうこと、何これ、殺されたら怖すぎない、怖すぎる、それは最後、大好きだよ、怖すぎ、あ、これで、あの、何、霊媒師とかが、いや、死んだ人を、まだ、まだ
だあのまだ投票中だから あでもこの後誰か死んだら見れる。根橋さんは死んだやつのしか見れない。あ、そうそう、死んだ人が何の役だったかっていう、あとそれを発表しちゃっていい。でそこでだって一人人狼が出ればあずきよ。ああ、そう、そしたら言える。なるほど。あ、言えないのか。喋っちゃダメなの。え、霊媒師しか知らない。死んだ人も喋れない。喋れないか。あ、そうだね、死んだら喋れない。霊媒師は言っていいんですよね。霊媒師は霊媒師は生きてる間でも見れるから。占って死んだのが人狼だったら言った方がいい。こいつ死んじゃったで、あと一人しかないよって。ほい殺す、ほい殺す。それを言っちゃうと殺される可能性も高い。霊媒師は。あ、自分が霊媒師だし。マイカさんは誰が怪しいと思いますか。何それ、わかんない。いや、もうこれは始まる前からフミさん。やばい。これ人なんじゃないかと思ってます。なんかうまそうだから。もう言えないから。もう出た、もう。でも頭のいいというか、なんか発言したり。頭いいから。そうそうそう、大丈夫じゃん。もう終点で終点でね。あらるやね。あらる。絶対殺さないでいいよ、私のこと。みんな。私のこと怖いよ。わからんよ。こう言って人狼かもしれないから。そう。ズミさん、今は静かにするタイムなんだ。そうだった。喋っちゃいけない。受けちゃダメだった。そうだった。言えない。相手のあります。もう一緒のとこかな。ちなみに、投票した人は見えなかった。見える。投票した人、誰に投票したか見える。どういうこと、どういうこと、これ何をどうする。自分が誰に投票したか分かるでしょ。処刑する人。でもだから、一番最後の人とかは誰が誰にっていうのは分かんないと思う。うんうん、別に見たところで、例えば誰かに2人ずつ入ってたとして、どっちかに入れるとしたら殺すのを決めるのはあなた。そうだね。ああ、そういうことか。そっか、あんちゃん。え、これあんが最後なんだ。ふみさんに、あんが最後です。ふみさんに誰が入れたか。最悪やん。誰かはマジ重要すぎんじゃん。え、そのゆさぶられたやだ、マジで死にたくねえ。マジで死にたくねえ。やば。悩むな。こいつ殺そうとしてんの。こいつ怪しい、怪しい。わけわかんない。むずい。めっちゃ使うな。はい。そうだよ。むずいっすね。どうしよう。じゃあ、アイリちゃん。アイリちゃん、質問していいですか。あ、なんかすごいワクワクしてそうなんですけど、人狼だからすごいワクワクして。ちょっと、ごめんなさい。ただ単にルールが分かってきて楽しいな。おっ、これ今度からだってね。なるほど。私強いのかな、もしかしたら向いてる。早くないでしょ。なんかちょっと理解してきてちょっとやばいなっていう。私かわいいわ。ヘルパシーで顔するの。あんた見えるからね。あの皆さんに見えても面白いんだからね。確かに。うざ、あの顔。なんなの。面白くなってきましたね。あのルールわかると面白いかもしれない。でちょっとルールがわかると。ルールわかると面白い。顔か。ドキドキする。早かったわ。みんなの顔。みんな面白いって言って、あ、かなこちゃんさっきありがとうって。え、でも分かる。あと命さっきありがとう。投票した人丸見えだよ。うん、そう。あ、丸見えなんだ。そういうこと。え、これ待って、どういうこと？あんまり全部いいの。名前。ダメだよ。あんまり言っちゃった。投票があるじゃないですか。その投票の上の人に投票するって意味ですかこれ。その画面見てないから。あ、そう、投票ボタンの上の人に。あ、名前が。そう。あ、そういうことか。ことだと。あんまり言っちゃうと画面バレちゃう。そうだよ、バレちゃうよ。違うんですか。みんなちょっと違うから人狼と市民。確かに。その画面を見てる、見てる画面は役職によって違う。違うかもしれない。へえ。おもろ。え、早くない？おもろがる。よくわかんないからおもろ。テルジ。テルジ。テルジは人狼かな。え、これ決めます？ポジの時間な。確かに。そうだね。30秒以内に回すとか。誰だっけ？マイカ3。30秒です。15秒。質問した場合は30秒。あ、質問しなかった。誰殺されちゃうんだろう。なっちゃったら怖いな。怖い。コメント欄が気になる。カメタン、シャメ、アンちゃん、ありがとうございます。カメタン、シャメ頼んでくれた。カメタン、ありがとう。あとさっき写真屋さんも多分。あ、写真屋さんありがとう。そうだ、オンライン楽市だけど。そうです、これ。じゃあめっちゃ楽しいんだったら。ごめん、もう全然見れない。みんなゲットしてね。加工品写真絶対買ってみた。何でもあってきたほしい。やばい、本当に。やり方知らないのに重要なのもあってきた。人狼と一人死んだらもう一人の人狼は振りってこと。でもなんとなくもう分かったよ。どれだけでも振りではない。一番いいのはタック。何が分かったんですか、タックの一番だけど。何が怖い。一人だから分かりやすすぎじゃん。なるほど、マイカの顔。
てるの、スリランカ。キシさん。キシさん。キシさん。キシだけはキシさんだよ。で、例えばこの投票が多かったとするじゃないですか。うん、で、自分がキシだとして、この人は絶対市民だから守りたいって言ったら、どうなるんですか。どういう風に消すんですか。投票入ってるからも意味ないのか、うん、話し合いで守んなきゃいけないのか、そうそう、なんとかそういくように仕向けないといけないみたいな。岸さん大変だよね、うん、岸さん、これは投票多い人が死ぬのか、投票多い人が死ぬのか、うん、怖いんだけどな、そうなんだ、うん、人狼が1でやっても市民、え、これナレーション、市民の多数が一回だけなのか、ナレーション、ナレーション、あ、終わったの、ちょっと静かにして、じゃあ、ナレーションしたら、あちゃんですね、リムマスター、え、これもう出てますよ、いいよ、じゃあ、行っちゃっていいよ、あんちゃんが、え、これ流していいですか、いいよ、え、下と上どっちを攻めるの、あ、それ赤いやつ、はい、めっちゃ待って撃たれたの、ねね、誰誰誰皆さん、容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきました。ふみさんから順番に夜のアクションを行ってください。2匹いるから、誰が今のは投票だったからあれだったけど、もう一回夜の、え、でも投票で誰か処刑されたの、これ仕事です、今度は。じゃあ何さっきは投票だったけど、今回はあれだ、どこ仕事、何仕事って、殺すってこと、人狼だったら、なるほど、投票の結果を見ながら、ちょっと見てみるね、なんか前回だったっけ、あのね、ゲームマスターがちょっとね、夜の夜のアクションしてくるね、夜のアクション、例えば市民で、市民全員の関係なく人数多い人、死んだ人いるよ、やっぱり死んだ人一回言って、しおりさん、言って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 、しおりさん死にました、ありがとう、ありがとう、しおりが死にました、私よく最終編に死ぬわ、準備をしたらあれが死んだってことか、そうそう、しおちゃんが死んじゃって次は今夜になる、すまんな、マジか、今さんがなんか言ったから、すまんな、だから疑ったから、何なのもうこの目、え、この人に分かんない、あ、もうすごい、今何ですか、で、また投票すればいいんですよ、みたいな、怪しいと思う人は、次、人狼だと思う人を、暇になっちゃったよ、え、みんな人狼だと思うかな、夜だよね、押す、押すって、処理が死んだから、処理が死んじゃったから、死んじゃったからこの人は何人なる、あ、でも、だから死ぬと、死ぬとみんなの全てを見れる、じゃあ、しおちゃんがゲームマスター、しおりちゃんが、しおりちゃんが分かるんだ、しおちゃんがゲームマスして、ゲームマス、うん、一番楽しい状況、誰だ、私を殺したのは、え、これ投票っていうのは全員もう人狼死に関係なく多い人が死ぬってこと、人狼が一人で、誰の力が働けば変わる、守ったり、ああ、そうそうそう、それでは分かんない、難しい、可愛い、楽しんでる、そう、公式ルームまたはまあどっかのルームでオンラインもやっております、あ、しゅうちゃんこれで多分分かると思う、お、え、気になる、お前ら怖い怖い、え、分かんなかったね。なんでさ、あの映ってないところでめっちゃ面白いこと。楽しそう。一番楽しいんじゃない？そう、そうだよ。死ぬと寂しいんだけど、うん、超楽しい。そう、寂しいんだけど楽しい。すごい透明感だから、誰が何か見えるから。長えなこれ。あ、顔に出さないようにして。その顔公式ルームに見せてあげて。一回一回さ見てると。あとめくって見て。はい、この顔の特典もお待ちしてます。その顔の特典もちょっと。おい、人狼どもわ、わ、そういう感じなんだね。人狼誰かさん、すごい。頑張れ。人狼頑張れってなるんだよね、シュルトね。人狼も頑張れ、他も頑張れ。シュルト、あ、そうだ、シュルトも喋っちゃダメなんだ。あのコメントだけ拾って、でゲームに関することは喋っちゃダメなの、もう死んじゃう、分かった、あ、そう、返事早い、誰々がヨータはみんな下向いて、え、そうなの、え、目、あ、目、あった気がする、マイカティ、じゃあ目つぶるか、今みんな黙祷してください、寝ちゃう、そうだ、今ちょっと黙祷、目つぶったらちょっとね、黙祷、でもあれ、ゲームゲームによるかもね、だったら
たまに書いてあるよね、目つぶってくださいって。あ、ですね、アプリによるよ、アプリによる。今回優秀なアプリだ。そんな人狼の種類あるの？音怖っ。めっちゃ怖い。ね、怖い。ドキドキしてる。ドキドキがニヤニヤ。かなり焦る。めっちゃ。やばい、巻き汗マジで、ちょっと怖いですよ。やばい。え、でも今書いてない、今大丈夫。だってまず、部屋に、ちょっと部屋についてこのパジャマ見てまず心配してます。あの色は巻き汗が、この色は巻き汗が、マジで大変だよ。ゲームによるんだね。そう、いや、ぜひ得点もゲット。あ、今ね、なんだっけ、人狼ゲームしてる。で、今ね、しおちゃん死んだ。はい、来たよ。え、もうこれ、これは何、これは人狼が殺す人が、うわ、何これ、人狼音がずっとしてんの、うん、それはオープン。このゲームの場合はカエルの鳴き声です。かわいい、かわいいし、すっかり眠気が覚めてそう。しおりちゃんだよ、理解しようと脳みそに食べてしまう。何これ、一番最初に死んだ。なんかあったらしおちゃんやとして終わったら、うん、終わりました、終わりました。さあ、しおさんかな、しおちゃんゲームマスティ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 。おさんですよ、朝が来ました。昨晩の優秀者はてん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 みおさんです。みおさんは幽霊となりゲーム終了まで話していきます。え、ミルは人狼に殺されたってこと？殺された、そうです。はそして話をしてないのに、違和感に怪しいと思われる人物が浮上しました。その人物はてんてんてんリマさんです。なんで勝手にリマさんにされるの？慣れてる、疑われ慣れてる。そう、私は慣れてる。それでは今から人狼を見つけるための話を伺っていきます。じゃあ1分間ね。はい、怖い怖い怖い。え、まず霊媒師の人は、これはね、当てて決めていいですかね。本当してるよね。レーズに何ができるんですか今。あの、結婚しちゃった。不社員のことを知ってる。話すまで。何の役職？殺されたミオじゃん。普通に話すだね。この人が多分人狼に殺されたのはミオちゃんだから、シオちゃんの役職が多分見れるから。この人は。霊媒師の人は、この中に霊媒師がいれば、生きてれば、これでいなかったらしおちゃんが霊媒師ってことだから、霊媒師の人は見たはず、そう見たはずだから、状況に応じて話を展開させていかないといけない。そっかそっかそっか。ただマイカちゃんかアイちゃんで分かんなかった場合は、でも今じゃなくてもだよね。ってことはしおちゃんが霊媒師か。ねえ、これ何だったっけ。急に急に処刑されたけど言ってるじゃん。すごい、内緒されてるけど、引き換えたパスコード聞きだ。ああ、遅い。え、私ちょっとアイちゃんの見てる時にサンさんがめっちゃニヤついてて、あ、そう、え、そうですよね。え、そう、怖いんだけど、怖いんだけど、怖いんだけど、めっちゃニヤニヤしてたの明らかに。え、サンちゃんは本当に笑うときは目の奥から笑うんだけど、え、どういうこと？じゃあ言っていいですか？占い師です。おお、占い師、お、かっこいい、かっこいい、ちょっとイケメンだな。真剣な、真剣な、え、これ起きるかもしれないってことですか？そうかもしれない。すごいすごい疑いかけられてるけど、ただあんちゃんの表情が面白そう。可愛いなとか、そういうことだと思った。でもちょっと待って、そうやってめっちゃなんか疑いをこうかけてくれて、怖い、怖い、発言したら疑われるの。でも発言しなくても逆に、え、誰を占ったか。あ、誰を占った？リマさん占った。あ、一番話すからそれ以外に誰を占おうって思わなかった。リマさん人間です。私人間って時に、あ、そう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 、なんかさ、表記ってことは、あの、疑われてたけど真理ってことですよね。じゃあ全部振り出しに戻っちゃったみたいな。一番最初の、あの、投票の時点で、あの、しおちゃんがやられちゃった投票、投票の時点でうちの前にリマとフミがこう投票したから、どっちもなんか一致して、そう、投票してたから、結託してんのかな、結託してんのかなと思って、まあ、とりあえず、まあ、なんかヒント少ないから一回見てみるよね。とりあえずヒントのあるところ、でもそこが違ったから、
とりあえずここのお互いは。まだ分かってない。はい、それでは、パキスタンは、もう投票を行います。怖いんだけど、はい、ほうほうアンさん、アンが急に来た。アンから、なんかあの設定にした、ミオちゃんが処刑されたからミオちゃんを起点にって書いてあった。だからミオちゃんの次から、そうなんだ、見れるよ、見れるよ、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、最初です、早く見ちゃう、早く見ちゃう、絶対見ちゃうよこれ、あの今からミオちゃんが楽しいよ、早く見たい、早く見たい、絶対に顔に出すなよ、はい、質問して大丈夫、顔に出してんだよ別に、ミオの特技ですこれ、これ表情を見る、いやー、結構ね、今ね、早く見たい、早く見たいよ、え、どうしたい、何これ、私を殺したのは誰なの、今、証明されたから、次ぐらいで霊媒師とか、私が死ぬ時は無駄死にする時だ、かっけー、あー、そういうことか、じゃリマさん、あ、これでだからリマが、ごめんなさい、なんともごめんなさい、今、お手がかけられた、なんともごめんなさい、いいよ、愛用が秘密でしょ、私は常に愛し、あ、ちょっと待って、意味分かってますよね、おー、すごい、もう全てを理解した、今だんだんやるぞ、残り6分、覚えたかれてる、だんだん分かんなくなる、残り6分なんだ、やばいやばいやばい、6分、とりあえずあと6分得点ゲットして、そうだね、得点ゲットしてください、個人は終わっても絶対できる、はい、気になっちゃう、あ、やばいやばい、コメント見ると、あーあーあー、目が悪いんだよ、めちゃくちゃ目が悪い、結構人によって、あの結構見てる長さとかがさ、マニア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 です、今マニア、これ質問してもいいタイムなんだよ、はい、あ、投票、投票のあれ、質問なんだっけ、質問限定、一人だけ、質問限定、出る出る出る、質問笑ってキモいんだよ、わかんない、笑っちゃう、みんなこんばんざい、こんばんざい、たまに挨拶だけ、みんなもこんばんざいしか言わない、あゆちゃん、はい、どうしてミオにしたんですか、ミオちゃん、私ミオちゃんにしたっけ、怖い質問の仕方が、嬉しいのになとかいうコメントはね、ぜひ待ってますよ、ただそれを読まないけど技法をね、うん、さっき面白いコメント結構来てたよ、全然見れない、みんな分かった人いるのかな、予想を言うのはいいですよ、読まないけど、うん、釣、うん、られちゃうからね、そうそうそう、みんなどう思ってる、うん、みんな得点ゲットしてあと5分、やばい、お願いします、あと5分か、早いね、やば、これでも普通にファンの人も一緒に泊まってるみたいな気分になれるんですか、あーエッチ、確かに、あーエッチ、オフタイム、なんか人狼ゲーム番組もあるぐらい、うん、人狼ゲームもあるぐらい、ハマったらやばい、マジやばい、ハマりそう、何を誰出たの、やだー、美味しそうだった、わかんないけどハマりそうそこ、ここ新上司とか死んでおりまーすピースじゃない、うわ、悩む、どうよ、こっち見られた、わかんない、ふみはなんでここに投票してたの、今、あ、これえ、言動を見て、言動を見て、言動ってうわ、言ってることとか、怖い、ちょっと言動と耳の赤さを見て、耳の赤さってあゆみさん、はい、え、ちょっと怖いな、めっちゃみんなの耳見ちゃう、もう今終わってるから耳、それと耳が薄くなってきそうな気がする、なんでみんな耳触るの、
盛り始めるの。ちょっと遅くなっちゃう。怖い。アイリーちゃん。はい。あとの方が楽しそう。あとの方がめっちゃ見える。丸見えなの。これありなんですか。でもそれも込みでの、それも2000円。もうやだ。そうね、なんちゃんも最初は、まあ、やり方分かってないと最初はやばいです。マジで。こんばんざいでーす。今みんな同じパジャマで、はい、家族だね。修学旅行の夜か。ぜひ得点ゲットしてね。あと少しで終わっちゃうので、今はメンバーがみんなで投票し合ってます。これなんか初見の人出たんですけど、あ、最後だから。最後だ。じゃあしゅうちゃんに渡して、はい、こう。あ、じゃあみよ見れなかったってこと、ね、確かに。でもあれまで、でも次誰が処刑されるの。急に喋るの。今日処刑されるプレイヤーは今まで喋んなかったのに。この方です。誰ですか。あゆみさん。あゆみさん。あゆみさん。皆さん、容疑者を処刑しててもかかわらず、ずっと皆さん自由が広がってきました。ふみさんの順番、ふみさんから順番に夜のアクションを行ってください。夜のアクションが何。夜のアクションって、多分あのもう一回これ。あ、人狼が殺すやつだ。誰かを食うとか。これがあれでしょ、あの、お仕事できる。寒っ、ここ。そういうこと、お仕事って。これで、ここで占い師が占える。そう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 、霊媒師が見れる。占い師めっちゃ良くない。占い師早く見てほしい。早く見た。私あなた怪しいと思ってたね。え、でもこれで、3人3人いなくなったのか。やばい、3人いなくなったでしょ。霊媒師の人は死んだ人を見れる、うん、こっちの方は見れない、うん、うん、見れない。見れない。むずっ。見てほしい、霊媒師さん。待って、あ、間違えた、危ない。今だからそれをヒントに、うん、あー、そういうことか。あー、そっかそっか、うん、頑張れ。そう、そうだね。あー、でもまだ難しい。あと人狼1か1、2、3、4、5。いや、やめて、その音。キュンって入ってくるのちょっと可愛いんだけど。第4。こんばんは皆さん。なになになに、ミヤも可愛い。あ、あゆみさん、あゆみさん来たよ。あゆみさん見られるよ。見れる。え、あ、本当ですか。あ、この人も順番で見られる。気をつけて。あゆみさん、やめた。あ、スキップしたとかだった。見れると思ってたのに。楽しみにしてたのに。怖い音が。マジでリアルなの。怖い。あ、知っちゃった。知ったときでございます。顔顔。そう。そう、クソでしょ。終わりました。そう。ここで4人目が死ぬ。誰が見る。4人目が集結する。面白い。え、1、2、4人目、4人目か、人数分かんない。マイカッピー、アリちゃん見たのってたら、アリちゃん見たのおそらく見たのに、すみません。マイカ、多分人狼が殺すよ。あれ、マジ、人狼が殺すよ。みんなもね、助言も言ってくださいね。そして、皆さんぜひ得点もゲット。あと、もう終わっちゃうかな。もう終わっちゃったかもしれないけど、あと数分ぐらいは。もう終わっちゃってる。じゃあ、続きはバンザイジャパン全体、バンザイジャパン全体ルームでバイバイしましょう。続きはプレミアムランクで。プレミアムバン、あ、まだ入ってるね。駆け込みご注文お願いします。個人ルームの方は終わっちゃいます。こちら個人ルーム終わっちゃうから、個人ルームあります。バイバイ。人狼続くよ。コメントが本番だ。ありがとうね。はい。ちょっと、人狼ない。こちらに。人狼ありますか。人狼ない。え、どうする？あ、あ、それかさ、あ、自分の刺します。あ、じゃあ、ね、スッパーの方が、え、これあんちゃんのじゃない？あ、それあんのです。ちょっと待って、長いからこれ貸すわ。はい、
じゃあ携帯を開始しました。なんか生きてるってことは守られてるか。うん、ありがとう。キスを守るの。でも可愛い。あれでしょ。キスさんが守って生きてた場合は、昨夜の犠牲者は出ませんでしたってなるから、うん、まだそれはなってないんだよ。ううまだミオが殺されただけだから。人狼にはと、そう、どういうこと。一匹はね、分かった、なんとなく、うん。でみんな終わったか、全体ルーム来てってツイートしてください。あ、なりました。そうだね。個人ルームみんな終わったのよ。やめた。だからここ来てって。そう、全体ルームで、あとはただの配信。はい。はい。結果。ゲームいけます。はい。水飲んでる場合じゃないよ。ゲームマスターの意識が。夜のアクション完了しました。ゲームマスターに端末を。あ、はい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は。恐ろしい夜が明け。犠牲者は以後幽霊となり、ゲーム終了。誰誰誰。サザさんです。ですよね。ああ、ですよね。キッさんに守られなかった。あ、っていうことは、まあ、足に、あ、もう喋れないんだ。はい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 。もう何も言えません、ね、私は。はい、すごい遺言みたいな遺言みたいなのを残して。違う、見えます。あと45秒。あ、これ話しなんか、なんか言って。話しこれ何 DJM が。でも生きてる人が、生きてる人がこのペンタクル、5人。あ、5人の中で2人。うわー、二人死んでる。ないしは一人死んでるかもしれない。まあ迷うな。動いていいかな。はい。どうぞ。霊媒師です。で、わかんない。霊媒師ってなんだっけみたいな。死んだ人の、あの、もう私は殺される覚悟で言うんですけど。今まで、さっちゃんは見れたいの。さっちゃんより前はみんな死人でした。なんか、え、本当にやって。いや、それに関してはすまん。そうなの、本当に9人って最初本当にひっちゃかめっちゃかだね。本当に私も殺した人いるから申し訳ないけど。え、役職はついてない。そうだけど、なんだっけ、なんだっけ、なんて出るんだっけ、これなんて出た。市民、市民です。人間だ。人間です。人間です。競技終了。あ、っていうのを言ったので私は殺されるかもしれないけど、残りの今までの敵さよなら。これね、全然見ないで。やばい、これ。私は来年に死ですって言った方が。え、コメント見たい。ちょっとコメント見てて。みんなコメント。手汗かけるとき疲れた、なんか。今日めっちゃ疲れてる。それだってまだと5人だとか。わかんない。楽しそう。知りてー。でもいいのか。いてもいいよ、映っていいよ。ちょっと発言はしちゃダメって。さっちゃん急にコメントみんなの逆にね、うん、市民でよかった。怖い、怖すぎる。これあれ言わないのいいのか。え、確認した。騎士がいたら、例えばふみさん殺されそう、守る騎士のやつ。3つけてちゃんと岸さん、はい、守るべき人狼かもしれない。そうだ、やべ。だからそういう目をしちゃった。アビコさんみたいな目をしちゃった。これもう一回やろうって言わないでないじゃん。え、もう一回なんでじゃん。もう一回やばいじゃん。そうなんだよね。いやこれはあのシャイ自信すぎて羨ましい。キスさんしか見てるの。マイカちゃん死にました。マイカちゃん、はい。いや、もうこれはもう、あ、やれてない。うん、はい、人狼の人は手を挙げてください。せーの、はい、あーケツかー。危ねー、危ねー。
したいものがある人は更新するべき。違うとか。そう。更新したい。落書きはない。落書きはない。大丈夫。大丈夫。やだー。ちなみに、一ちゃんの例。うんうん。あと明日もしかしたら朝カフェ行きたいかも。あのカフェ。マリシェルに。にしかなれないのうちら。一緒に殺すの？ちょっと。これはなんか流れを作らなきゃいけないと思ったの。ね、岸さんは？岸だった人。岸仕事できないよねあんまり。最初の方に死んでるから。最初岸だった人。あれ最初に。あれ誰今はいいんだよ。入ってなし。誰？岸だ。いなかった。え？じゃあ守れなかった。いや絶対入ってた。え誰？ここにいないもう一人誰か。いや市民だった。市民でした。おい。ここから疑わなきゃいけない？レレレ。騎士は誰ですか？まあじゃあとりあえず指揮官。阿部さん。阿部さん。一人だけリモートさんで。すっごい電話しててさ。なんでみんちゃん。リマさんかなんかがあの電話する人はこうしなきゃいけないよしたらあーって言ったら3回ぐらい。バレるよって。でも私は違うの。それを市民たちはちょっとついてるの。そういうこと。関西いますよね。関西さん分かりませんでした。私はもうどっちか分かんなかったの最後まで。だからちょっともしかしたら分かんない子たちかもしれないと思った。マイカとかかもしれないと思って。そうだよな。死んでないから人道ないしみたいな。そうそう。絶対当てられないしみたいな。そう。だからもうほーんってしかなかった。けどちょっと多めにうんっていうことによってちょっと感づいてほしいと思った。あ、仲間に私は逆にポンポンいっちゃった方が。そうだね。いいかもね。さっきの安さん。一個前でよかった。でも最初からでもいいと思う。でも殺され、あ、でも守ってもらえる、うん、すぐ、うん、あ、でも騎士がいるからね、うん、騎士がいればね、うん、でも今回騎士さんはいなかった、うん、いなかった。でもちょっと失礼します。なんか役職持ちみたいな仕事してたよ、うん、そこ占ってたよね、占い師。え、次やりたい人います？マイカちゃんどうする？え、どういよ。だって今、だって今携帯投げてやる。え、マイちゃんは寝る、これは寝る。あ、寝ていいよ。本当に出たかった。明日ライブあるし。そうなんだよ、明日ライブあるし。ちょっと待って、確認とか、確認とか。電車とか特定。一回さ、特定よ。一回配信あれする？そう、一回切って仕切り直して、もう一回通知も行くしね。更新もできるしね。じゃあ22時55分にお会いしましょう。バイバイ。またね、みんなありがとう。楽しかったかな。ハッシュタグバンダイジャパンで拡散しといて。人狼パ。2が来るって。スクショする今。名古屋で人狼ナイト。じゃあ。バイバーイ。